はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは広瀬さんがどこの大学に進学をして何をしていたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、この動画では本題に移らせていただこうかなと思っていて、アフリカ情報雑誌っていうのを今制作されてらっしゃるんですよね、はいはい、そこのご紹介いただいてもいいですか。あ、私が今制作している雑誌がアフリカ情報雑誌プロッシュって言われるものなんですけども、うんうん、はいはい、それはテーマがアフリカをもっと身近にっていうのをコンセプトに、アフリカの渡航者、日本人ですね、うんうん、特にに取材をして、日本人の若者がアフリカをネガティブではなくてもっとポジティブに捉えてもらえるような側面を感じてもらえるように作っている雑誌になります。なるほど、はい、今雑誌ってお持ちですか。はい、見てもいいですか。はい、ぜひ。へえ、第1号なんですね。そうです。今何号まであるんですか。これ、うん、創刊号出したのが去年の11月30日で、はい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 、今第2号制作中なんです。あ、そうなんだ。本当始めたばっかりなので。なるほど、いろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、プロッシュって名前つけた理由って何かあるんですか。はい、制作をしようって、雑誌を作りたいって思ってから名前を決めたんですけども、プロッシュっていうのはフランス語で身近にっていう意味、そう近いとかそういう意味があるので、はいはいはい、私がさっき言ったようなアフリカを日本人ってすごい遠い存在のように感じられる地域かもしれないんですけど、それをグッと近くなるようなっていう願いを込めて作りました、うんうん、なるほど、ありがとうございます。始めた理由っていうところ先ほどお話しいただいたと思うんですけど、はい、より深掘りしたいなと思ってまして、はい、今広瀬さんの同年代の方20代前半ですよね、はい、アフリカのイメージってネガティブなイメージが多いんですかね。そうですね、この雑誌を始めたきっかけも、はい、私がガーナに19の時に行くってなった時に、はい、周りの友人に、はい、本当に危ないの大丈夫なのとか、うんうん、私には無理だわ、すごいね、行ってきてねみたいな感じで、アフリカに行くことに対しての抵抗っていうのが多いなっていうのを感じていたのは、そうですね、はいはいはい、なるほど、はい、そういうことだったんですね。じゃあ周りの人たちはアフリカっていうのを別世界みたいな形で捉えていたっていうところがあって、はい、そういった課題を解消しようっていう形でアフリカを身近に感じてもらえるようにプロッシュっていう雑誌を作り始めたって感じなんですかね、はい、なるほど。実際プロッシュって作り始めてどれぐらい経ちますか。いつからプロッシュを始めたんですか。去年の7月頃に、うんうん、今インターンで私が所属しているアフリカクエストと呼ばれる、うん、一般社団法人のウェブメディアですね、うんうん、アフリカの情報を発信しているサイトがありまして、はいはいはい、そこでインターンをさせてもらってるんですけど、うん、そこで自分が入るってなったのが去年の7月で、うん、お話しする時に雑誌を作ろうってなったんですよ、うん、あ、そうなんですね、はい、ちなみにプロッシュはウェブ版もありますか。そうですね、電子書籍の方も Amazon の Kindle で電子書籍と、あと紙媒体っていう感じで2つ作ってます。なるほど。ちなみに今ってネットで見れるような時代っていうところが進んでるじゃないですか、はい、それなのに逆行して紙媒体を今作られてるっていう話だったと思うんですけど、なぜ紙媒体を作られてるんですか。雑誌ってなると結構電子書籍すごい普及してきてると思うんですけど、本ではなくて雑誌だと意外と皆さん紙媒体の方が好まれる方がすごいたくさんいらっしゃって、インスタグラムもプロッシュで運営してるんですけども、うん、そこでも聞いてみると紙媒体を希望する方が倍以上いらっしゃるんですよ。そうなんだ、はい、なので電子書籍ももちろんすぐ出せる媒体ですし、皆さんも気軽に呼べるかもしれないですけど、うんうん、意外と物っていうのに魅力を感じる方は多いんじゃないかなと思います、うんうん、なるほど、ありがとうございます。プロッシュの内容についても聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、どういうコンテンツがあるんですかね。自分のテーマがもっと身近に感じてほしいっていうのがあったので、意外とアフリカに行きやすいんだよっていうのを皆さんにもっと知らせたいなというので、うん、創刊号は作ったので、うんうん、4人の方に取材をしたんですけども、その4人それぞれバックパッカーだというか、あと JICA の青年海外教育隊で行った方とかに取材をして、そこでもっとリアルなアフリカ情報だったりとか嬉しかったことだったり、人にフォーカスして皆さんに身近に感じてもらえるような媒体を作っております。なるほど、ありがとうございます。実際ちょっと嫌な質問しちゃいますね、はい、アフリカ情報雑誌、はい、これはウェブも含めてですけど、はい、いろんなところあるじゃないですか、はい、そこでプロッシュの差別化っていうところをちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、他の媒体に比べてプロッシュはどこが強いんですかね。私がいろいろアフリカの情報を入手している時にすごい遠い存在に感じてしまって、それはなんでかなって考えた時に、事実としての情報はすごいありがたいんですけど、なかなかそれで自分が行ってみようって思ったりとか、うん、この人がこういう経験をしているけど自分は違うんだろうなとか、うんうん、そう考えてしまうと行くっていうそこの勇気までにたどり着けなくて、なのでプロッシュでは人っていうのにもっとフォーカスしながら、その方が実際起きたアクシデントだったりとか、アフリカでこんなことが良かったよっていう彼ら自身が思うアフリカの魅力っていうのを伝えることで、私だったらこういうところで行けるんじゃないかとか、意外と行きやすいんだなっていうような風に感じてもらえたらなっていうのは自分の中で気をつけながら取材して
ます。なるほど。確かにさっきプロ誌の雑誌見させてもらいましたけど、人にフォーカスして描いてるところ多かったですよね、まあ、確かにそこ喜怒哀楽っていう文字が僕は見えたんですけど、そういった形でプロ誌っていうのを作られてるって感じなんですね。なるほど、面白いですね。これでも見れるんですよね今、はい、1号は。これ概要欄にリンクを貼っておきますんで、もし興味がある方はぜひ見ていただければなと思います、はい、今それって無料ですか？そうです、創刊号は無料で。創刊号は無料なんですね。創刊号はですね。なるほどね。じゃあこれが面白いと思って2号目出たらそれは有料になっちゃうよね。そうですね、はい、うん、でもそれぐらいのコンテンツがあるっていうところの自負はあると思うので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。はい、ちょっと視点を変えてお話したいなと思ってるんですけど、今アフリカ情報雑誌作られてると思うんですけど、はい、そもそも雑誌って今までに作られたことないですよね、うん、はい、その作られてる時に一番難しかったこととか、すげえ困ったなっていうところってありますか？雑誌を作るってなった時に、うん、まず何をしたらいいかが分からなかったんですよ、うんうんうん、一番最初に、確かにね、はい、雑誌を作りますってなってから、はい、うん、何から着手すればいいのかっていうのが、確かにね、ワードで作れるのかっていう話から始まるもんね。何のアプリを使うのかとか、うん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 、取材はどうやって行うのか全く分からなかったので、うん、そこはそれこそアフリカクエストにご協力いただいて、うん、雑誌を作っている方、編集長さんとかもいらっしゃったので、うん、その方にお願いします、どうすればいいですかっていうのを直談判いたしまして、はいはい、すごい心よく引き受けてくださって、取材はこういうところに気をつけた方がいいとか、うん、ラフはこうやって作るっていうノウハウを教えてくださって、うん、そこから自分でやるっていうのもすごい難しかったんですけども、うん、いろいろ教えてくださったような感じで、自分だったらどうできるかなっていうのを本当にやりながら作っていたっていう感じ。いやめちゃくちゃいいですね若い人すげえなマジめちゃくちゃいいですね。それは若いうちからそういうアクションを起こせて、自分の中でどうやってやったらいいんだろうっていうところを他の人から情報を得て自分に咀嚼して落とし込んでいくっていうのはすごく重要なところだと思うんで、魅力的ですね、はい、自分が今プロ誌作ってて一番感じてるやりがいとかってありますか？この雑誌を作ることでアフリカに行きたいって言ってくださる方が実際にいたっていうのがすごい嬉しくて、うんうん、あ、そうなんだ。全然アフリカ興味なかったけど、うんうん、雑誌読んでちょっと興味湧いてきたとか、この方の話を聞いてこの国に行ってみたくなったっていう方がいるのは一番嬉しかったのと、あともう一つはこの雑誌をやっていく中で自分もアフリカのことを知れるっていう一石二鳥だったんですけど。あ、確かにね、インタビューをしてる中でアフリカのこと知れますもんね、はい、そうなんですよ。わかります。僕もねグローカルでインタビューしてていろんな人の情報を得てるな。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ実際いろんなことされてたと思うんですけど、はい、今後どういう風に広瀬さんはなりたいなと思ってるんですか？一番最初に私が雑誌を作って感じたのは、はい、ヨーロッパ行きたいとかハワイ行きたいみたいな感じで日本人がアフリカ行きたいって言ってくれる人が増えたらいいなっていうのはすごい思っていて、だからそのために今自分がやるべきこととして雑誌を作ったりとか、日本でアフリカを感じられるようなイベント、うんうん、そういうのをもっとこれからも広げていきたいなっていうのは思っております、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にっていうところで3つ聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、いろんな国行かれてたと思います、はい、海外見てきたからこそ日本っていうのをどういうふうに見てますか？世界を見れば見るほど日本の良さだったりとか、逆にここをもっと改善すべきなんじゃないかっていうのは自分の中で感じる部分もあるんですけども、日本がいいなって思ったところは整列とか時間を守るっていうのは本当に行けば行くほど素晴らしいなって思うところで、当たり前のことって意外ともっと素晴らしいことであって、そこに気づくっていうのは日本の外に出ないと分からなかったなっていうのはあります、ね、確かにそうですね。電車が時刻通り来るって最高ですよね。最高ですね本当にありがとうございます、はい、まだ若いと思うんですけど、はい、今まで見た中での広瀬さんの中での考えている国際協力って何ですか？国際協力で言うと、うん、目の前にいる人のニーズに応えるっていうのは一番国際協力の近道だなと思っていて、それは何でかっていうと、なかなか国際協力って文字だけ見てしまうと大きなことをしなきゃいけないとか、自分が起こせるアクションってすごい限られてきそうだなって高校の時とか思ってたんですけども、うんうんうん、ただガンダに行ったりとかいろんな世界を見てその人と携わる中でこういう風に自分はできるんじゃないかって思う出来事って結構出てくるんですよね、うんうんうん、でもそれっていうのは目の前の人がこういう風にやってほしいとか、うんうん、こういう風な面で助けてほしいっていう声があるから自分はそれに応えるとかサポートするっていうのであって、うんうん、なかなか遠い存在のことを全て把握して、うん、教育しようっていうのは不可能なことだと思うので、うん、目の前にいる人に大切にしながら彼らと何かできることはないかとか、うんうん、そういうことを地道にやっていくことで最終的には広い意味での国際教育っていうの
のに自分は貢献できるんじゃないかなっていうふうに考えてます。なるほど、はい、国際協力っていう言葉だけ聞くと大きいことなんじゃないかなって思われがちですけど、ヒロシさんの中ではまずは身近なところからそのニーズに応えていくであったりだとか、はい、一緒に助け合っていくみたいなところが国際協力なんじゃないかって考えてるってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後なんですけど、はい、これから国際協力を目指そうとしている方にアドバイスをするとしたら何ですかね。はい、一番はまず行動することですね。でそれは自分が結構ワクワクしたらすぐ行動しちゃうタイプっていうのももちろんですけど、そこで広がった世界だったりとか、自分で行動したりとか自分で学んでいかないとそこを知るってことができないので、まず何か国際協力っていう面で興味を持った方がいらっしゃったら、まずは一つアクションを起こしてみるっていうのがすごい大事かなと思います。はい、ありがとうございます。まあ、おっしゃる通りですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの動画で終わろうと思うんですけど、もし興味がある方はプロッシュ雑誌見ていただければなと思いますし、今後も活躍を期待します。はい、ありがとうございます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。